フバル港のパノラマフバル島の位置フバル島は、クロアチアの島。ダルマチア沿岸のアドリア海に浮かぶ。島は、東西の長さがおよそ80キロメートルあり、観光客で賑わう。フバル島は、ダルマチア地方のスプリットイコールダルマチア群に、行政上属する。フバル海峡によって、ブラチ島と、ビス海峡でビス島と、コルチュラ海峡でコルチュラ島と、ネレトバ海峡で、 ペリエシャツと隔てられる。島の東岬は、本土からわずか6キロメートルしか離れていない。島の南岸沿いに、いくつかの小島が浮かび、知られているのは、西のパクレンスキオトツイ島と、南のスチェドロ島である。島内の290平方キロメートルの面積には、果樹園、オリーブ林、ラベンダー畑が広がり、漁業が、主な職業である。 1991年に概算された人口は1万1400人ほどである。島にある自治体は以下のものが含まれる。城からのフバルの町の眺めすべたネディエリア近郊の島南部最初のフバル島住民はおそらく島と地中海東岸との間をつなぐ貿易をしていた新石器時代の人々である。ふば文化は紀元前3500年から 紀元前2500年まで続いた。紀元前4世紀に入ると、ギリシャ人が島を植民地化した。この時代のファロスト住民は、ジャダシに族の戦士らと、その同盟者に打ち負かした。大勢の敵に対する勝利は、不朽の名声を得、クロアチアの名で最も古いものの一つとして知られる。中世初期、スラブ人らが島を占領した。7世紀前半、 パガニア系スラブ人が島に来襲した。同じ頃、ベネツィアの船乗りらは、ネレトバ海峡へ向け航行中に、フバル島を見つけ、彼らは、フバルを根城にする、パガニア人海賊に脅かされた。11世紀、島は、クロアチア君主の支配を受けた。12世紀に入ると、ベネツィア商人らが、中世時期の島の物産であるワイニオブドウ、ワインを買い付けにやってきた。 1147年にベネツィアが島を占領し、1154年にはフバルシ教座を創設した。島はその後すぐ東ローマ帝国支配に下り、その次はハンガリー王の支配を受けた。1331年、ベネツィア人らが海賊の脅威から保護する目的で島を抑えた。1358年のザダル条約によれば、島は ハンガリー王国のものとなった。1390年夏の短期間に、ボスニアを飛ぶとこ一世が島を支配した。1396年12月、ハンガリーを呼び、クロアチア王ジギスムンドは、フバルジマを、ゼタ公国バルシッチアサノオージュラジ二世へ送った。彼は亡くなる1403年まで島を所有し、その後ハンガリー王へ返還した。1409年、 ベネツィアが再び島を襲撃、この結果長きに渡り島の所有者となった。16世紀、平民と貴族の間で暴動が起こった。最も深刻な暴動は1510年から1514年の間に起き、ベネツィアは無慈悲に地元民を弾圧した上、暴動の死亡者20人を公主刑に処した。島は、船の建造、漁業、ローズマリー及びラベンバー、 オリーブの工作で繁栄を始めた。ルネサンス期、フバルは、クロアチア文学の中心地の一つであったことから、クロアチア史にとって重要である。ペータル・ヘクトロビッチ、ハニバル・ルチッチといった作家を輩出した。スタリー・グラードでは、詩人ヘクトロビッチ自身が建築設計したという別荘が、観光客に公開されている。島内の教会には、 支配者ベネツィア出身の画家、ティントレット、パオロ・ベロネーゼ、ベリーニラの作品が多く収蔵されている。1797年、カンポ・フォルミオ条約により、ベネツィア共和国支配が終わると、島は、ハプスブルク家直轄地に併合された。しかし、ナポレオン戦争の最中の1806年には、フランス帝国軍に占領された。ヨーロッパで、 民族運動が開花した時代に、クロアチア民族ルネサンス期が起こり、南部、クロアチアやクロアチア全土の多くの民族、運動指導者らは、フバル出身者で占められていた。オーストリアは1815年のウィーン会議に従い、フバル島の支配権を回復し、20世紀初頭に入って、相対的な繁栄の時代をもたらした。フバル島とクロアチア全土が、 ユーゴスラビア王国に加わると、1918年から1921年に、イタリア軍が島を占領した。1939年、島は、ユーゴスラビア王国に新設されたクロアチア自治州の一部となり、1941年には、イタリア王国が、第二次世界大戦終結まで占領をした。その後島は、共産主義国家である。 ユーゴスラビア社会主義連邦共和国の一部となった。1992年、クロアチアが独立を果たすと、フバルもその領土に含まれた。現在のフバル出身者で世界に名が知られているのは、元サッカー選手のイゴール・トゥドールである。また、アルゼンチンで活躍した人類学者で、指紋の検証のパイオニアであるフアンブセティッチもフバル、出身である。 フバル住民のほとんどが、漁業,業か観光業に従事している。フバルは、非常に温暖な地中海性気候、美しい砂浜、地中海性の植生を持つためヨーロッパ中から、観光客がやってくる。島は、年平均で日照時間が2715時間ある、ことから、ヨーロッパ一日光の当たる場所として売り込んでいる。 ふばるの町の港ふばるの町が観光の中心地である。海へ向かって開けた広大な広場が特徴である。観光時期、港は大型ヨットで満杯になる。一晩中営業するディスコが若者の群衆を引きつけている。その他の主要経済活動はラベンダー栽培で精油や石鹸の香料となる。島は別名ラベンバーの島と呼ばれている。 フバル島は、クロアチア国内に二つある、最も有名なワイン醸造地帯の一つである。フバル島南部のワイン用ブドウ畑は、フバル島が、原産のプラバツマリッシュのブドウから作られる赤ワインで、有名である。スタリーグラードとイエルサの間の中央平野は、白ワインで有名である。ギリシャ植民地として、島は、ファロストーダイで知られていた。 ギリシャの詩人ロドスのアポローニオスは、紀元前3世紀に島をピテエアの名で記した。この名前は、ギリシャ語のピティーズ、フバル島中央部にあった古代リュリア人の村ピット部、の両方から発祥している。古代ローマ帝国の下では、属州ダルマチアに組み込まれ、ファリアその後、ファラとして知られた。中世初期、スラブ人が島へ定住しフバルと名付けた。 死因の F とコスラブ語の死因、HV とを取り替えたのである。しかし、スラブ人定住後しばらく島を支配していたのは、ローマ化したイリュリア人であった。クロアチア人の影響は、ローマ系住民が再び島の公式名称をクオーラに変更したことから確信できる。十一世紀後半から、クロアチア語の俺、ベネツィア方言の透明、リシュナに由来するイタリア語名、 レシナとなり、ベネツィア支配下で公式に使用されていた。A History of the c r o a t s by Ivo、e、p e a r i t s ありがとうございます。